えとすみません。17時過ぎましたので、えっ、ー、と、理工学部の大学院説明会をこれから始めたいと思います。えっ、ー、と、今日はご出席いただきありがとうございます。えっ、ー、と、まず最初にですね、理工学部紹介として、大学院教務委員長の荒木先生からお願いします。はい、じゃあ皆さん、こんにちは。こんばんは。 大学院教務委員会というのがあって、そこの委員長の荒木幹也でございます。今日は大学院への進学を皆様にお勧めします。特に博士課程。博士です。私自身は博士なんですが、僕は小さい頃はパイロットになりたかったんですね。今でもなれるならなりたいと本気で思っています。空を飛ぶってすごいですもんね。 で、なんで自分は博士に進んだんだろうって考えると、小学校の頃は単純にパイロットになりたかった。で、高校ぐらいになると、なんで飛行機は飛ぶのかなとか、ジェットエンジンってどういう仕組みなのかなって、そういうのにすごく興味を持つようになって、それで大学も機械、航空分野に進んで。 それでもまだ企業に行くつもりだったんですよね。そこで物が作れるから。一番大きな天気だったのは、僕流体と熱をやってたんですけど、まあ風が流れるんですね。毎秒1500メートルとかとんでもない速度で流れる風のその振る舞いがうまく説明できるかもしれないって思った時があるんですね。 だからもうもはや機械としての飛行機っていうよりも流体っていう現象の話だったんですけど終始の時にそういうのを見てこれで神様の作ったルールみたいなものが自分で解き明かせるんだったらこれはすごく面白いのかもなって思ってで先生に指導教員に行ったんですね博士に行ってみようと思うでうんやってみなさい何でもいいからやってみなさいって言われて背中を押されて で、今、ここにいます。小さなきっかけでも何でもいいので、何だろう。やってみたいと思ったらやってみるのが一番いいんだと思います。で、安心してそれをやっていけるっていうことを、これからいろんな先生が説明します。はい。では、やっていきます。端折ります。左が終始です。今、名簿見たらあれですね。終始の方多いですね。ありがとうございます。 えー、博士が右です。博士は問題を解決する実践能力、あと独創力、独創力ですね。えー、これを育てていくということです。で、終始はこういう人を育てますっていうことを一応ホームページには掲載してます。修士ですよ。はい。俯瞰的視点から問題点を把握する。 まあ、あの、本当に目の前にある問題だけじゃなくて、ちょっと広い範囲で、総合的に見ないといけないで。そこから問題を解決する。そういう人を育てますで。ちゃんと専門知識、技術を持ってます。社会に貢献できる、責任感のある人を育てます。あとは、技術は一人だけではできないので、コミュニケーションができて、広く社会で活躍できる。これ、終始です。 博士はこれにさらにプラスしていろんなことが求められます。で、論文を書いて、修士論文、博士論文、これにはこういうことをちゃんと考えなさいっていうのが文部科学省から言われています。私はこれを説明する義務がありますので説明します。ちょっと見てみてくださいね。倫理、強説、誰かのを移、えー、し取るとか盗む、そういうことはしてはいけません。 研究の目的、明確な問題意識と位置づけを元にしたもの。これは社会でちゃんと役に立ちますということ。で、方法。これは科学的でないといけない。なんか運試しみたいなのはダメですね。誰がやっても同じ結果が出ることが大事です。で、成果はしっかりと検証されて、合理的な説明がないといけないんですね。たまたまこうなりましたっていうのは研究とは多分言わない。 でそれが明快に説明されているっていうのが、修士論文、博士論文で求められます。修士論文ではえ、それぞれの教育プログラムがありますので、そこで学会発表、外で人前で発表してきなさい。で、意見をもらってきなさいっていうのを問います。博士は、それに加えて、先進、先駆的、独創的であること。オリジナリティですね。 あとは、査読付き学術誌、審査を受けた、えー、論文集、審査員がいていろいろ言ってくるんですね。この研究、ここおかしいとか、これ直せとか。それを全部回答して合格をもらったもの。そういうのをちゃんと出していること。これが博士としては必要になります。で、どれだけの数が必要かっていうのは、えー、各領域、博士の領域で異なりますので、それは先生に問い合わせてください。 はい。で、とにかく高度な専門性です。で、論理的に考える。とにかく論理的に考える。そして知識と技術をしっかり身につける。あの、機上の空論じゃダメです。本当に実践してそれができる。実験ならそういう技を持ってる。で、研究とはこういう方法で、こういう手順でやっていけば最後論文までできるのだっていうことを学んで、研究開発職へ着きます。博士は、 えー、コミュニケーション、プレゼン能力、当然必要ですね。発表しないといけないで。リーダーシップ、研究室ではリーダーになりますし、TA、RA、いろんな立場で後輩を教えます。で問題解決、窮地を脱する力こそが博士の力ですね。これを養ってほしいと思います。博士を出ると、アカデミックなコースとしては、例えば大学の先生、我々ですね。えー、あとは、 そういろんな、えー、コースがあります。で、民間企業で働くこともあります。今日、民間で実際に働いていらっしゃる方のお話も聞けます。えー、そういったさまざまな選択肢が実はあります。で、収入に関しては、スタートが遅れます。27歳ぐらいまでドクターになるとかかりますので、ただ、えー、これがですね、就職後の収入で見ていくと、実は大学院卒の方が、 学部で卒業するよりも最終的には収入が大きくなります。一個戻ると。博士が実は一番多いんですね。障害収入が。そういう意味では、あの、社会に出るのは遅れますが、あの、大丈夫です。で、博士家庭にいる時のお金は大変心配になります。で、返さなくてもいいような奨、えー、学金に当たるようなもの。 あとは本当に返す、えー、ジャストの奨学金いろいろあります。で例えば RA これは大学で募集してます。これぐらいお金を、えー、いただくことができます、えー。で、1つね、ここにある特別研究員学術振興会これが非常に大きくてこれ私ももらえたんですけど年間240万円ほぼ暮らしていけます。こういったものもこれ変換しなくてよい、えー、研究費ですのでというのもあったりします。ぜひ目指してほしいと。 思います。軍隊でもこれを取ってる人は複数ちゃんといます。論文がたくさん書いてあると取れるっていうのが基本ですね。で博士の、えー、人たちを会社が採用すると、その会社の法人税が優遇されるえ。そういった税制改革もあります。これは社会でより博士の人たちを活躍してもらうための制度で、えこういったバックアップも あります民間企業で多くの、えー、博士の卒業生を取るという動きにつながっています。入試は、えっ、ー、と、これ、収支だね、飛ばします。よいしょ。えー、博士は、えー、入試に関しては、博士後期ですね、えー、一般、社会人、留学生、さまざまな入り口があります。 もちろん社会人でないと社会人入試は無理だし、留学生でないと留学生は無理なんですけども、それぞれ試験があります。で、年に4回チャンスがあります。8、12、3、あと6月。ですので、ぜひ博士受けてみてほしいと思います。資格はここにあるようなもので、基本的には収支を終了したもの、あるいはその見込みがあるものとなります。社会人の方も受けられます。 入学後も勤務することが必要です。あと留学生の方も受けられます。で、長いですね。で、いろんな事情で、最初から時間がかかる、家庭の事情とか、えー、お仕事の事情とかで時間かかる場合もあります。最初から分かっている場合は、例えば博士、普通は3年なんですけども、最初から6年かけて、えー、履修しますと、えー。そういうことを使う制度もあります。支払う総事業料は3年分で済むと。 こういった制度もあって、できる限り皆さんの、何でしょう、金銭的な負担を小さくしようということに、えー、いろいろ制度が準備されています。ぜひ挑戦してほしいと思います。この後、いろいろなお話を聞くことができますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。委員長のお話は以上でございます。ありがとうございました。 私は、電気史情報数理領域博士後期課程2年、桜井研究室所属して、かつ重粒子線医学研究センターで研究しております。長谷部由紀と申します。私は大学生の体験発表ということで、大きく分けて2つ、博士課程までの課程と、あと、まあ、軍隊の理工学部の分析、あと、ちょっとだけ研究紹介します。 と、えっと、結構学部から修士には多くの人が、まあ、し結構住んでると思うんですけど、えっと、まあ、これは試験なんですけど、まあ、割と周りの人がたくさん行ってて、まあ、より修士の方が就職できるとか、もうちょっと研究し、研究続けたいみたいな、こう割とこう、行きやすい環境にあると思うんですけど、まあ、修士から博士になると、よくわからない。 どっちかというので、まあ、進学してる人が少ないのかなって思いました。ということで今回はできるだけそのちょっと博士に興味あるという人が、まあ、具体的な話まで落とし込めたら少なくとも博士行くかどうかを迷う段階に行けるんじゃないかなということであの話をしていきます。でと私も全く博士課程とか知らない 状況から、まあ、今は博士課程に進学したということで、まあ、その間に何があったかを振り返ると、まあ、博士課程進学のヒントになるかなということで、ちょっと過去の状況を振り返ってみます。で、えっと、まず、えっと、何が興味あるかということについて、私は人を助けたいとかそういう、とにかく医療に興味がありました。で、えっと、講義中に、 放射線治療を軍隊やってるよっていう話を聞いてで、えっと、電気電子で全く知識とかがない状態だったので手当たり次第あの、まあ、無料のセミナーとか外部の研究所でやってるセミナーに参加しましたであと、えっとまあ、ちょっと後でも話すんですけど、まあ、就職するということも考えてたので、えっと、インターンシップも3年生の時に行きました あと、皆さん3年生の時にあったと思うんですけど、まあ、研究室見学の時に、えっと、先生とかに個人的に見学とか行って、まあ、比較的その将来の話まで、博士とか修士の話まで見据えた見学と計画を立てて研究室で決めました。で一応、他大学の院の進学も検討しました。 で、まずこのセミナーに、外部のセミナーに行くと、結構コースとかが基本博士卒の人が多い環境で、結構みんな博士課程行ってるんだなということを知りました。で、えっと、インターンシップ行ったんですけど、えっと、放射線治療系の企業に行ったんですけど、例えば治療機器のとある部品の回路を設計するみたいな現場を見て、ちょっとその治療に興味あるけど、 それちょっと治療と遠すぎないかなっていう、ちょっとそういうネガティブな印象を受けました。で、あと、この研究室見学の時にいろいろ調べた時に、えっと、すみません、今はないんですけど、えっと、当時は重粒線治療のコースに行くと、給付奨学金がもらえるっていう、博士までもらえるっていうのがありました。で、あと、やっぱ治療ということでなくならない。で、放射線治療にも発展してるので、 まあ将来性もあるっていうのを把握しました。一応、他大学の、えっと、院の進学も検討しました。やっぱり東京とかの方で、まあ、最先端な研究とかもあると思うんですけど、まあ、いろいろ、まあ、この後で話す金銭的な問題とか、あと、まあ、自分はそこまで優秀ではないなっていうのがあるのと、あと、これも後で話すんですけど、軍隊の強みっていうのがあるので、それで、 まあ、数字的にはここに進学しました。で、まあ一つは興味とかが進学につながると思うんですけど、結構多くの人が気にしているのが、じゃあ金銭的な問題をちょっと具体的に話してみます。私はめちゃくちゃ貧乏な家で、えっと、学部の時からもう自活しないとやっていけないぐらいちょっと貧乏でした。でそこからひたすら企業とかの給付奨学金に応募しまくって、 まあそれで今までまあ自活はできています。ということで、そのやっぱり奨学金とかがもらえたっていうことも、博士進学にすごいあの決定のまあ裏付けになりました。で、これは私の場合なんですけど、皆さんがその博士課程進学考えるときに、まあ、その、もうこれが具体的に、まあ、人間が1人で自活すると、まあ、なんやかんや月16万円ぐらいはかかります。それで まあ、私の場合はその自活なので自分で賄わなきゃいけないんですけどお金の心配してる人はそのこの中からあの例えば、まあ、授業料は免除いけるかなとか、えっとそのまあ、国民年金を延期するかなとか、まあ、いろんな工夫をしてで生活費のあ、まあ、授業料両親が出してくれるパターンとかもあると思うので,でそうしたらこの10万円分だけ自分で バイトと奨学金とかで払えるかなみたいな、こんな感じで収支の時に私は目処をつけてました。なのでちょっとお金が心配な人は、具体的にかかる金額と自分でまかないそうな金額とかをシミュレーションしてみると、すごい両親との相談とか、もうすごい進学いける方法、方向で進みやすいかなって思います。で、え次に、 軍大理工学府に進学したということで、まあ、良かったから進学したわけなんですけど、強み分析ということで、まず、まあ、軍大、群馬県で生活費がすごく安いので、金銭的負担がすごいあの軽いです。で、あと、重粒子線治療施設があるということもメリットです。だあと、えっと、まあ、これ収支までの話なんですけど、まあ、少なくとも電気電子コースでは、就職し、すごいしやすくて、 あと、推薦枠の企業、ある企業が多い。で、あと、これはすごい伝えたいところで、すごい給付奨学金を獲得しやすいのが、すごい軍大のいいところで、例えば、まあ、ある企業だと、一大学一枠なので、その、えっと、私だったら、その、東京とかの大学行くと、まあ、ちょっと実力で勝てないけど、軍大の中だったら獲得できたみたいな事例が、すごい、 毎回そんな事例でした。で、あんまり応募する人もなんか意外と少なくて、応募者が自分しかいなかったみたいなこともあるので、ぜ、ま、ひ、あ、あの、チャレンジしてみてほしいです。企業とか大学経由のたくさんあります。で、あともう一つが、まあ、理工学府のメリット、博士のメリットは3年ってことで、まあ、重粒子線治療の研究なので、医学系研究科に進むっていう選択肢もあったんですけど、 医学系は4年なので、まあ、1年短く卒業できます。あと学位が理工学っていうことで、まあちょっと企業就職にも有利かなって思います。ただしデメリットとして、まあ、修士の時にあった推薦がなくなるっていうのがすごいわかりやすいデメリットなんですけども、えっと、私も博士行く時、そのなんか最悪、なんかうまくいかなかったらホームレスになるんじゃないかみたいな感じで進学したんですけど、 まあ実際進学してみると、その周りで就職できなかったっていう人はちょっと見たことがないので、なんか思ったよりもその気にしなくても大丈夫かなと思います。でもう一つ、これはちょっとだんだんちょっと私の研究に関する話になっちゃうんですけど、えっと、この群馬大学には重粒子線治療施設っていうのがこの前橋にあります。で何がすごいかっていうと、 えっと、大学の中に病院がある、一緒になっている大学っていうのは、全国に2つしかないんです。で、それが何がすごいかっていうと、まあ、実験しやすいってことですね。内部なので、比較的すぐ、あの、歩いて、5分とか歩くと、実験場所があって、複雑な手続きをしなくても、あの、実験できます。で、あと、放射線治療をしてるということもあって、あの、研究費がすごい、 あの豊富にあるので学会発表とか行きたいと言えばもう行かせてくれるっていうあのぐらいのレベルです。であと将来性は放射線治療は今どんどん需要が高まってるので、まあ、博士まで行っても、まあ、その何かしらの仕事があり続けるだろうというその一応将来性があるから博士に進学しても大丈夫かなという。 のもまあ一つの根拠ですね。で、あと、あの、放射線治療って聞くと、なんかすごい治療だけで、就職のイメージがつきにくいと思うんですけど、こう意外と学問のカバー範囲が広くて、私は就職はそんなに困らないんじゃないかなと思ってます。具体的には、放射線治療ってまず治療装置自体の機械があって、あとそれを測定する 機器、いろいろ。あと放射線は、えっと、粒子とかを加速させるので、加速器でまた機械。あと放射線の知識自体は、まあ、原子力も放射線で一緒なので、原子力の分野にも、まあ、就職とかするっていうのも可能だと思います。あとは病院の中にも機械たくさんあるので、えっとまあ、思ったよりも意外と就職の範囲は広いっていうのがあります。 で、これ最初に示したスライドなんですけど、少なくとも私はいろんなそのセミナーとかに参加したおかげで、割と博士課程が、の人たちをたくさん、あの、見たので、普通に進学するっていうのが普通な環境に割といたと思います。で、あとは、 放射線治療っていう将来線のある分野だったので、まあ、就職も大丈夫かなっていうのを一応自分なりに思いました。で、あと、えっと、私自身は、その治療に近い内容の研究をしたっていうので、まあ、企業ではちょっと難しいけど、博士なら、その、でき、研究できるっていうのも、博士課程に進学したポイントです。で、あともう一つが、金銭的サポートですね。これすごい大きかったんですけど、なので、この辺を、 あの考えてみてみ、まあ、自分なりの基準を作ってあのクリアしたら博士課程に進学するとかこうある程度ちょっといろいろ考えてみるとあの博士課程に進学し是非何か興味とかもしくは私みたいな金銭的な制約でもいいんですけど何かをきっかけにしていろいろ行動してみると少なくとも私の場合はこういう環境が分かって博士課程進学しても なんとかなりそうだなっていうそこまでいくとあの進学するっていうふうに決められるかなと思います。でちょっとだけ研究の話も、えっと、紹介します。私は放射線治療の研究をしていて、えっとま、た重粒子線っていうのは炭素,炭素線のことでそれを加速して体に照射するとこういう青いこう局所的に高い線量、まあ、エネルギーを与えます。 で、ガみたいな、こういう三次元の形のものには、こう、いろんな照射機器とかの設定をすることで、がんの場所だけに、こう、まあ、抗線量っていうんですけど、光線量を与えられるようなあの治療方法です。つまり、がんの周りには影響が少ない、すごい画期的な治療方法です。で、私の研究はこういろんな機械で設定して、このオレンジの分布を作るって言ってるのが、この上の、 まあいろんな機械です。で私が注目しているのは、そのガンっていうのはどうしても人間なので、こう呼吸性移動とか動きがあるので、その時に何ミリの動きまでだったら許容されるかっていうのを、まあいろいろ調べてみる。ということで、あの、まあ、プログラム C++ を使って、この右,み右に示しているような、まあ、線量分布を計算するっていうことをやってます。で、 なのでまあ、えっと、私は特別何か専門的にできるっていうわけではないんですけど、やりたいこととしては何か治療を向上させたいっていうのが目的で、そのために必要な知識を習得していくっていうスタイルです。なので C++ も一から勉強してやりました。でもう一つが、えっと、シミュレーションだけだと本当に合ってるのって言われちゃうので、えっと、下の写真のように実験をして、 同じ結果が得られたら、この計算を信用できて、えっと、ガンは何ミリまでの動きなら許容されますということを示せます。で、この測定のこの写真なんですけど、この場所は治療室です。実際はこの稼働ステージってある場所に患者さんが寝てて、この左からこの重子線が飛んでくるっていう。なので、この本当に治療現場に近いところで、その実際の状況を模擬しながら測定するっていう。 本当に私のやりたいことが、えっと、やれてて、今すごい幸せだなと思ってます。あと群、軍大えっと、重粒子線医学研究センターっていうと、医者の中で研究するのかなって思うと思うんですけど、実際は、えっと、私たちみたいな物理とか生物の先生のもとで研究できます。で、さっきも言った治療に近い研究ができます。 でこれもそうですね、治療技術向上が目的で、そのためにいろいろ勉強するっていうスタイルですごい気に入ってます。で将来は、まあ、さっき話した通り、意外と広い分野が対象になっていて、まあ、企業もあって、まあ、病院もあって、あと、研究、博士なので研究機関もあると思います。で、私は何度も言った通り、臨床現場、治療に近いところで、 あの、仕事とか、研究したいと思ってるので、まあ、病院、まあ、この色塗りが私の希望で、病院か研究機関に、あの、行きたいなというふうに思ってます。で、ちょっと、収支の方が多いので、ちょっと、進度決まってる人多いと思うんですけど、もし重粒子線治療に、あの、興味あったら、私がいる桜井研究室、あと、重粒子研っていうのもあって、 あと医学系研究科っていう、あの、重粒子線の研究するあのコースがあります。で、あと、この後説明あると思うんですけど、入リコレギュラートリーサイエンス学館っていうのもあるのでその、ぜひ理工に所属して、あの、重粒子線治療の研究したいっていう方いましたら、ちょっとこの辺をチェックして、すごい先生方たくさんサポートしてくださるので、ぜひ興味がある人は、あの、聞いてみてください。 あ以上です。ありがとうございました。終了者、博士後期課程の終了者ということで、えー、と半田が、えー、と少しお話をさせていただきます。で、まあ、略歴と進学のきっかけと、博士課程で、えーまあ、得た気づきとか学びで、まとめという形で、ちょっとあの簡略ですけれどもあの、進めさせていただきます。と 私は今、荏原製作所という会社に所属しておりまして、えーとまあ、ちょっと会社だけの業務内容だけですけども、えーとまあ、ポンプを作って売っていたり、あとは半導体製造装置を、まあ、売っていたり、あとは、まあ、あの環境プラントといった、まあ、いくつかの事業があるんですけども、まあ、その中で、えー、と私は、えーとまあ、半導体製造装置の、えー、と研究開発に、えー、と従,事して従事していて、えー、おります。 で、私の場合は、ちょっとっ一旦社会人になってから、えっ、ー、と、熊、熊大学の、えー、と知能機械創生理工学教育プログラムを終了して、修士課程を終了して、で、そのまま、えっ、ー、と、江原製作所に入社をして、えっ、ー、と、まあ、研究部門に配属になりました。で、その後、えっ、ー、と、四年目、社会人4年目で、えっ、ー、と、博士課程に入学をして、 で、えーとまあ、3年半かかったんですけども、えーとまあ、修博士、後期課程を修了して、えー、しました。で、えーと、今年からちょっとまああの、まあ、研究部門だけでなく、事業部門も経験する意味も含めて、えーとまあ、移動もしていて、まあえーとまあ、けん装置の開発ならびに、あとは研究の方も少し関わっていて、まあ、両方の視点で。えー 少しでもお話ができればというふうに思っております。で、えっ、ー、と、博士課程に進学したいなと、社,社会人になってから、あの博士、博士号を取りたいなと思ったきっかけなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、会社の中にも何人かドクターを持っている方はいるんですけれども、まあ、特にそういった方っていうのは、あの、まあ、何か実験をやったときの現象をとても こう分かりやすくなんかこう描写するような,なんかイメージができるようなあの説明の仕方ををされていてでそれがそ,そういう説明ができた上であの考察ができた上で研究の方向性っていうのをこう的確にアドバイスをしてえと各いろんな研究をこうドライブ推進していけるまそういう姿にとてもあの そういう姿になりたいというふうに自分も思っていました。でただ、まあ、トタガらと言ってすぐにそうなれるわけではないんだろうなと思いながらも、きっとその、まあ、ドクターという家庭で、えー、得られる素養があって、でまあ、何年も、何十年、二十年とか三十年とか働く家庭で、まあ、そういうふうなあのゆくゆくはそういう姿になれるんじゃないかというふうな期待を込めてあの進学する決意をしました。で まあそういう目標があって、えーとまあ、今も全然なんですけれども、まあ、自分の現状と目標のギャップを埋める手段の一つになるんじゃないかなと思って、あのまあ、働きながら、えー、博士課程に進学しました。で、えーと、博士課程で取り組んだテーマは、まあ、あの自分自身が半導体の製,製造装置を開発、研究開発をやってることもあって、 まあそこに業務に絡むテーマとして、まあ、半導体洗浄で、えーとまあ、概要ですけれども、まあ、複数の理論を組み合わせたモデルの構築を、まあ、しました。もともと私が修士で修了した、えー、と研究室の、えー、と分野は流体だったんですけれども、まあ、あの洗浄というと、まあ、流体だけではなくて、あのーまあ、半導体の基盤,の基盤と えと洗い流す液体の海面の話とか、あとは洗い流そうとするゴミ、えー、の小さいゴミの、えー、と拡散の現象だったり物質動の現象論っていうのをこう組み合わせたモデルが、えー、最終的なあのまとめた、えー、論文になりました。で、えーとまあ、先ほどちょっと申し上げたように自分がもともと勉強してたのは流体工学だけだったので、 社、まあ、会人になってからも、えーとまあ、いろんな分野に手を出してあのいろいろ勉強しました。で、えーと,まあ、とても、まあ、勉強になったのはあの、まあ、新しい分野に心理的なこうハードル点ですかね、そういうのが、えーとまあ、少なくなったかなと、まあ、いろんな新しい分野にあのすぐこう勉強しに行けるような。 あなんだろう、こう、まあ、しやすくなったというか、以前に比べてハードルが少なくなったなっていうのがあって、あ,ありますね、こういうふうな、さまざ、あ、まな勉強をすることを通じて。で、えっ、ー、と、まあ、最初はものすごくこう新しいことを勉強するにはすごく抵抗があって、とはいえ、あのー、この半導体の洗浄っていうのを現象、減少、考察をして、えっ、ー、と、なんかこう、あた新しい、 発見を、まあ、な論文としてまとめるには、まあ、必要かけたのであの、まあ、そんなことも言ったりで、一生懸命勉強したんですけれども、えーとまあ、そういう、まあ、なんでしょうさ、ね、まざ、あ、まな現象、理論を勉強する中で、えーとまあ、どんな現象が一番支配的なのかとか、あとは、まあ、現象を、まあ、できる限りここに書けないで、正確に捉えようとする姿勢とか、まあ、そういうものが。 あのドクターの過程で、えー、と多少ないとも養われたのではないかなと思っています。でまた、えーとまあ、まとめていく過程であのそもそも、まあ、半導体洗浄って決めたけれども何を明らかにしたいのかとか、まあ、そういう課題設定からでその課題が、えー、と分かると、まあ、どういうことを何、えー、ていう 産業に対してどういう、えー、ご利益、ご利益か、ご利益があるかっていうのを、まあ、考えたりとか、でその、えー、と得られた成果が、成果をか、得られ,得られる、期待する成果を、まあ、どんな方法で検証する,はするかとか、まあ、そういったこうストーリーを作って自分なりにこう検証していく、そしてそれをまとめて、で論文にして、で えーとまあ、学術誌に投稿して、作、えー、読者の方とこう議論をする、まあ、そういう一連の過程をやって、えー、と思ったのは、やっぱりあの論文を提出する作、まあ、読者に見ていただく、まあ、その査読者の方も多分完全にその専門の方ではなくて、まあ、それに近しい方ではあると思うんですけど、全くの同じ分野の専門家でもない、専門家の方ではない場合も。 ま当然あると思うんですけどもそうすると少しこう違った視点からの,あの質問であったりっていうのもあって、まあ、中には全くそこを考慮しなくてもいいんじゃないかと思うようなちょっときつい、えー、と質問とかも受けたりするんですけどもで、まあ、そういった時に、まあ、きちんとその査読者の方も忙しい中で見ていただいているので、まあ、そういうコメントに対してもあのまあ 受け入れつつも、まあ、自分の意見をまずながら反応する。まあ、じ意見というのは、あくまでもやっぱり論理的でなければいけないと思うんですけども、まあ、そういう,だろう現象に基づいて、なるべく論理的にこう簡潔に説明をしようとする。その姿勢とか、一旦冷静になって、相手の考えを受け入れながら、えっ、ー、と、なんうこうやわらかい形で反応するっていう。まあ、そういう、えっ、ー、と、 習慣というんですかね、が、そういうのが大事なんだなというのは、とても気づいて、で、それで結局その、まあ、社会人として業務に、まあ、何だろう業務、研究開発するときにも、まあ、いろんな方とこう議論するときがあるんですが、まあ、そういうときにも、相手の意見をきちんと受け入れて、ただでも、そういうとき、まあ、議論ってあくまでも結構、定性的な議論に落ち着きがちなんですけれども、なるべく定量的に、 あの議論していくい姿勢がやっぱり大事になってくると思うのであの、まあ、定量的になるべく何だろう,こう反論する論理的に反論する、えー、そういうことのまあ大差とかをとても学んだなというふうに思っておりますで、えーとまあ、そういうことがと,ないとあれですね博士課程でこういったことがあの 自分の中ではとても大きな気づきになっていて、えっ、ー、と、なりましたと。で、きっとこういった気づきがあるからこそ、なんていうしょう,こう、こういったこれらの気づきを自分の中でこう大事にしながら、あのー、えっ、ー、と、まあ、今後のこう業務に取り組んでいくんだと思います。で、思ってます。で、まあ、そういう習慣がい、自分の意識的な習慣ができるからこそ、先ほど最初にこう、 こういう上司になりたいなっていう姿を申し上げたと思うんですけども、まあ、そういったところに近づいていけるんじゃないかなと思ってます。な長いきっと長い年月をかけてだとは思うんですけれども、えー、と少しずつ少しでもかそういう目標に近づいていきたいというふうに思ってます。で皆さん多分それぞれあの博士号を取ることを取得する先に何かこう自分がこう思い描いている 姿みたいなものがきっとそれぞれあると思うんですけれども、えー、とまあそういうものがあるのであればやっぱり目標と現状のギャップをこう埋めてくれる手段の一つだと思ってますででも何て言うしょう修士に比べてやっぱり博士課程の方がすごくこう自分でやらなきゃいけないし多分あとは博士課程に進学される方も少なくってえっ、ー、と 何てうんでしょう。共感できる方も、共感してくれる友達かも多分少なくなるかもしれないんですけれども、とは少しこう、んうまあんまり、あ、ネガティブなこと言ってもしょうがないのかもしれないですけども、あの、なんていうんでしょう。まあ、少し厳しい環境にはなるかもしれないですけども、まあ、その中でこう、それぞれ多分いろんなこう気づきがあると思います。で、その気づきがきっと大きな財産になって、えっ、ー、と、今後のその将来の いろんな、まあ、研究だったり仕事でもそうだと思うんですけどもあの大きな財産になると思うのであの進学博士課程の進学をこう前向きに考えていただけるといいんじゃないかなと思っていますあの自分自身もやっ,ぱってよかったなと思うのであの皆さんにも是非進学していただければというふうに思っておりますちょっと簡単なんですけども以上になります はいえー、とそれでは、えーと、社会基盤防災コースの金井と申します。えっ、ー、と、改装後のプログラムですと、物質環境類の土木環境プログラムになりますけれども、そちらの土木環境プログラムが中心で行っている、えー、とオーストラリアディーキン大学との教育連携で、えーと、修士課程の英語コース、それから博士課程ではダブルディグリープログラムというのをやってますので、これについて、えー、と簡単にご紹介させていただきます。 お話しするのはこんな内容です。そもそも D ン大学との教育連携って何どんなことしてるのかっていう話と、D ン大学ってどんなとこっていうのと、さっき言った博士と修士それぞれので取り組みについてお話しさせていただければと思います。はい。で、えっ、ー、と、今年度から、えー 本格的な連携をいろいろ始めてるんですけれども、このディキン大学との教育連携って何が始まるのかということを簡単にご説明させていただきます。先ほども言った通り、えっ、ー、と、法学の、えっ、ー、と、理工学部博士課程、修士課程の土木環境プログラム、えー、土木環境に関すえっ、ー、と、に、 類するプログラムの学生さんだけになるんですけど、以下のような2つのことをやっております。博士については、ダブルディグリーというプログラムをやります。これは何かと言いますと、普通、えっ、ー、と、博士論文というのを1本書いたら、それを、えっ、ー、と、所属する大学からに提出して審査してもらうことで、学位といわれる博士覚を1つもらうことになります。一方で、このプログラムは1つの論文を書いて、それを群馬大学とディキ近大学のそれぞれに提出することで、 えーと群馬大学とディーキン大学、それぞれで計2つの博士号を持つことができますよっていうのが、このプログラムの特色になります。で、学籍は双方に、えー、と置くこと身分を置くことになりますし、えーと、群馬大学の授業料を払ってくれれば、ディーキン大学の授業料は免除になります。まあ、定員は3名で、えーと、来年度、2024年度からスタートということで、えー、と1回目の募集が終わったところになります。 で、二つ目が、今度は修士課程の方になります。こちらは、えっ、ー、と、英語コースとありますけれども、えっ、ー、と、留学生だけじゃなくて、日本人の学生さんも入ることができる英語コースです。現在の組織になり、中ですと、社会基盤防災コースに、えー、の内容で英語コースをやっています。学位は、えっ、ー、と、ダブルディグリーではないので、えー と、群馬大学の学位、修士号の学位が一つになります。で、群馬大学の学籍のみで、えっ、ー、と、途中で、えぇ、ー、キン大学の方に研究留学に行けるみたいな仕組みをもとっているのがこちらのプログラムになります。はい。 で今言ったりまり、いろいろ書いてあるんですけれども、えー、と英語コースというのは日本,語日本人の方が入っていただいても、英語のみで、えー、と修士が取れますよと,、えー、と、英語で専門の授業もやります。それから研究室留学ということで3ヶ月以内になりますが、 えっと、類似する研究をしているオーストラリアディーキン大学の研究室に、えー、と3ヶ月留学して、向こうで共同で研究を進めてく、えー、ることができると。で、さらに、えっ、ー、と、群馬大学側の研究室の指導教員だけじゃなくて、その研究留学で行ったディーキン大学の先生からも、えっ、ー、と、論文指導をしていただけるというのが、この修士課程の英語コースというものになります。で、えっ、ー、と、博士は先言ったダブルディグリーなので、えっ、ー、と、3年間の えっと、博士課程の、えっ、ー、と、修業期間中に、ちょうど間1年間は、えっ、ー、と、在外研究ということで、ディキン大学の方に行ってですね、向こうで研究成果を収めて、こちらに帰ってきて、えっ、ー、と、学位論文を、博士論文を書いていただくと。で、両方の大学に申請して、えっ、ー、と、通れば2つ学位がもらえると。まあ、そういう仕組みになってます。はい。で、 えっと、なんでこんなことをしだしたかということなんですけれども、まあ、教育プログラムを一大学で提供する内容には限界ありますね、ということで、群馬大学、ビーキン大学双方の強みを生かした、えっ、ー、と、プログラムを展開して、 国際的に通用する人材を作っていこうということで、こんなプログラムを始めております。えー、と終了後の、えー、と進路については、まだ終了生出てないので何とも言えませんが、国内世界で活躍する公務員、エンジニア、研究者として、えーと、社会基盤の整備、えー、等の分野で活躍していただける人材を育成したいなと思っています。はい。 で、ディキン大学というのが、えっ、ー、と、連携先になるんですけど、どこにある大学かというと、オーストラリアのメルボルンにある公立の大学で、規模のとっても大きな大学になります。で、えっ、ー、と、QS、えっ、ー、と、や、ユニバーシティランキングで、まあ、世界トップ50に入るような、まあ、えー、優秀な大学ですと。 で、えーと、土木環境工学の分野で博士の数がまあ43人もいるということで、大学からしたらびっくりするぐらいの博士の学生さんが向こうにもいらっしゃると。で、連携しているので、えっ、ー、と、社会基盤の、えー、と学生さんとして、 向こうに留学する、群馬大学から向こうに留学するだけじゃなくて、リーキン大学のこういった優秀な学生さんも、えっ、ー、と、この制度を使って向こうからこちらに留学してくるということもあるので、まあ、双方で、えっ、ー、と、研究考慮ができるというのもメリットになってます。はい。どんなとこってこんなとこです。まあ、海がきれいですね、っいう感じですね。 で、どんなとこってこんなキャンパスです。なんかおかしなデザインしてますけど、なんか素敵な形してますねと。で、中に見ても、こんなに天井の高い、びっくりするような、こう、フリーアクセスできる、これ、講義室ですかね、まあ。こんな施設があったりとか、まあ、コンクリート壊して、えっ、ー、と、実験するような施設があったり、まあ、あと、高構造っていうの、鉄骨ですね。A、で、できてるような、この構造の強さを測るような実験施設があったり、あとは地盤広角ですね。 まあこんなの、群馬大学でも同じような実験できますけど、向こうにも同じ連携するのがあります。これも地盤ですかね。あ、これ水かな川の流れ、水の力をかかってるやつになります。で、えっ、ー、と、先ほどもちょっと説明簡単に説明したんですけど、えっ、ー、と、 ダブルディグリープログラム、具体的にもうちょっと細かくご説明したいと思います。繰り返しになりますけれども、学位が2つ取れるというのが大きなメリットになります。えー、と同一の内容の博士論文を1つ書くだけで、双方の大学に提出されて認められれば2つもらえるという仕組みになっています。 はい。で、えっ、ー、と、履修のイメージです。博士課程、えっ、ー、と、一般的には3年で修了することを目指すわけですけれども、熊大学から入ったら、まず1年目で必要単位数取っていただいて、で、研究計画をしっかり練った上で、理金大学の方に、博士2年間で行って、向こうで指導を受けたり、こちらの熊大学の先生の指導を受けたりして、成果を収め、で、帰ってきて博士論文を、えっ、ー、と、仕上げるというスケジュールです。 どどんどん飛ばしていきますで、えー、っと、博士の科目も、まああのー、英語で全部、えー、実施する科目になるんですけども、そういうのを取っていただくのと、あとはディキン大学側の、うん、すみません、授業を取って、それで置き換えるということもできますよ、ととです。これが博士。で、修士については英語コースになります。先ほども言いましたけども、えー、っと、 海外からの、えー、と留学生だけじゃなくて、えー、と日本人の、えー、と群馬大学理工学,学を卒業した学生さんも対象になりますよと。英語コースについては学部は一つだけ。で、どういうことでやるかって言いますと、えー、と博士、A、コースあ、博士後期課程のコースで、えー、と先ほどのダブルディグリーの仕組みの中で、英語で、えー、と授業を開講しますので、この英語コース を、えっと、で、入学した学生さんについては、<laughs> 博士で開講している科目を、えっと、早期履修して、それを修士の単位として認,め認定するということで、英語の科目でも全部卒業できるという仕組みを取ってます。ということになります。<laughs> すいません。で、教育連携の魅力ということになりますけども、まあ、あのー、英語、 コースそれからダブルディグリーコース、えーと、2つ用意しておりますけれども、英語に興味がある人、そ特にその英語でその分野の専門知識を身につけたいとか、け海外の研究室で研究したいとかゆくゆくは、海外の大学との国際共同研究に携わりたいとか、まあ、こういう夢、希望、野望を持っている人でしたら、ぜひ、えー、と選んでみてくださいというご紹介です。でえー、とお金の話、今日い、 いくつも出てきてましたけれども、この海外留学奨学金を支給予定になっています。で、授業料も D、えー、ン大学側の博士入学の場合には、その分は免除されるとか、えー、とそういう分優遇される面もありますので、まあ、ぜひ考えていただければなと思っております。で、えー、っと、誰が応募できるかということになりますけれども、博士のダブルディグリーの仕組みについては、えー、っと、来年度、 当初ですね、24年4月時点で理工学府博士課程に在籍している学生さんになります。だから今の修士2年生が試験を受けていただいて、来年の4月から博士になるんだったら、それでとえっとこのコースで入学することができますよということです。で修士については、一般の入試、留学生入試として実施しますよということで、これも普通に出願していただいたときに、英語コースで出願していただければ。 はい。ということで、雑白な説明になりましたけれども、あのー、 繰りり返しになりますけれども現在の組織名で社会基盤防災コースだけがやっているプログラムになります。開祖後はで土木環境プログラムです。えー、とこ,のこの分野の、えー、と教育研究に携わりたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひこ,れこのプログラムも積極的に検討の、えー、と選択肢に入れていただければと思います。で、えー、と学内で、えー、理工学部内でしたら私、それから全学では留学生、留学支援としていただいている、えー、グローバル・インチアティブ・センターの落ち先生 がえー、と相談にも乗っていただけることになっておりますので、何かありましたらご気軽にご相談いただければと思います。えー、説明以上になります。ありがとうございました。えとそれでは、櫻井から説明させていただきたいと思います。であの私あの、所属は、えー、と電気電子コース、あるいはで、えー、と電子機械類に所属しておりまして、 まあ先ほどあの、長谷部さんからあの紹介していただいたんですけども、話がありましたけども、まあ、あの元々は電気電子コースです。で、まああの、長谷部さんも言ってくれたんですけども、多分ん、長谷部さんは非常に頑張る人で、私なんかちょっといいか減なんですけども、やっぱり博士の学生っていうのは、自由にいろいろできるというところがやっぱりいいのかなと思います。で、ちょっと話が出てきましたけれども、今度、その入江レギュラーリーサイエンス学館というのができましたので、えー、紹介させていただきたいと思います。 見えますで、しょうか実はですね、もう2024年4月からスタートしますという状況で、えー、来年の春からもうスタートするような大学院です。で、えっとおまあ、内容としては、その重類線のお、まあ、まずはあの重類線理工学を分野を断的に学ぶということで、えー、生命科学とか医療とかということと、理工学の学際的なあの研究をする、教育研究を行うというところです。 ここにあの、理工学部に新しい大学院設置って書いてあるんですけども、まあ、これ非常に皆さんラッキーだったと思うのは、えまあ、理工学部もですね、まあ、これからも、この他にもいくつか新しい大学院がですね、これができそうなんですが、そのうちの一つになります。で、理工、まあ、まずはですね、理工学部か、え理工レギュラリートいサイエンス学館かを、その理工学部の方は選ぶことができるというふうになっています。で、この理工レギュラリーというサイエンス学館ってどういうところかというと、 理工学と医学研究科が連携して教育をやるということになります。で、えーと、学位はですね、まずは修士課程が立ち上がるんですけれども、えー、学位は医理工学という学位になります。で、えー、とりあえずはその重立性医理工学を基盤として、えーまあ、生命科学や広く医理工学の教育研究を行うという予定でおります。で、これ分かりやすいのはですね、医学物理士っていうその、まああの、 資格と言いますか、その医学物理士認定機関というのが認定しているそのまあ、資格があるんですけれども、えー、それがまあこの理学理工物理学学科に行くと学ぶことができるということになります。で、これ医学物理士ってどういうことかと言いますと、例えば放射線治療用装置開発やま品質管理、あるいは画像診断の、えー、開発や品質管理、核医学物理分野の放射線などを使ったあの診診断の品質管理等々ということになります。 でキーワードは、これ、新しい装置を考える、またはそれの必ースカを行うということでして、これ、専門的から言うと、お医者さんよりは理工学部の人の方が向いてるんじゃないかなという分野ということで、こう医学物理という、まあえー、医学物理士というのがう貯金はできたということになります。で、じゃあ、一体どうやってこう、まあ、医学物理の教育を行うかということなんですけども、実はまあ医学物理だけではなくて、 えー、もっと広く理工学の教育、生物科学や電子工学や生用工学や情報学教育も行いますし、えー、同時にその、まあ、重粒子線のこういういろいろな重粒子放射線生物学とか重粒子線理工学の、えー、勉強もします。えー、さらに、えー、と解剖学、生理学,学、資料学、医学の勉強もすることになります。で実はです、ね、これを全部勉強すると医学物理士の、まあ、試験を受けることができるということになるんですけど、これ結構実はかなり広いです。で 完璧に全部勉強するのは難しいというところがあるかもしれなくて、そういう場合には、ですねじゃあ自分はこの重粒子や生物の方も勉強するけども、どっちかというと理工系を勉強したい、あるいは理工系を勉強するんだけど、実はもうちょっと医学が勉強したいということで、ある程度その自由度がありまして、自分の好きな勉強ができるように教育プログラムを設計しました。 じゃあ将来どうするんでしょうかというと、とりあえずは医療機器メーカーだとか研究機関だとか医学物理とか医療機関というのも書いているんですけども、内容を見ると分かりますが、あの理,理工学部の教育をだいぶこう被っているところがありましていや、一般企業に行ってもいいんじゃないのという教育にしているので、まあ、こういうちょっと医療系のこともやりつつも、いや,やっぱり自動車メーカー行きたいなという人は行ってもいいような設計にいたします。で えとまあ、現在、これ、今、とりあえず収支が立ち上がっていて、これからの博士課程も立ち上げるつもりで、新しい博士課程も構想中という状況です。で、まあえー、とあとですね、これ、新しくできたから就職どうするんだよっていうところなんですけど、基本的にはあの理工学部の、理工学部出身の学生さんは理工学部の方でサポートしてもらおうというふうに考えています。これ、実はです、ね、理工学部と,、えーとえー、学系研究科と合同で連携してやるということでして、 それでしますと、まあ、理工系学部の方は、理工学部の方にいろいろと相談して手伝ってもらいたいというふうに考えているということです。で、一体どんな勉強をするのということなんですけども、えー、と例えばこういうあの Python だとか、ですねそれからあの、えー、と数値解析といったこと、あるいはその、えー、と英語のプレゼンですね、あるいはレギュラトリーサイエンスという学問なんですけども、それはあの必修として勉強してもらうことになります。 特にこのイリコレギュラトリーサイエンス学館ということで、レギュラトリーサイエンスという学問を勉強してもらおうと思うんですが、これはですね、新しくできた技術を社会実装するための技術で、まあこれはあのもともと医学物理とか、それから医,医療の分野ね、医療機器なんか開発するとき非常に重要なんですけども、まあ、実はこれってもうちょっとあの社会的には広く必要なものですよね。製品開発したものをいかに実装できるかというようなそういうものがあります。えー、さらに、その重粒質関係の事、まあ、業だとか、 それから特に医学関係、実はです、ね、倫理系がすごく重要だと言われていますで。倫理系の科目も勉強します。であと、この医学物理とか生命学と理工学、これはですね全部勉強ではなくてえ、この中から自分が特に勉強したいところを、まあ、あの選択的に勉強することができるということなので、実はですね昭和キャンパスにも行くことができるし、気流キャンパスにいるだけでも終了が可能なようなプログラムに設計させていただいております。 でえっと、じゃあ、どんな先生がということなんですけれども、まあ、あの実はです、ねまあ、の我先ほどの長谷部さんみたいに、われこそだと思のんで重子センターに行って、そこで研究をすること,ということになります。あと、桐生、まあのキャンパスでもです、ね、実は入口関係の重類子のことをやってい私もちょっとやってるんですけれども、先生がいて、そちらの研究室にいることもできる。 から、まあまあ、おそらく便利なのは、昭和のキャンパスに行ったら、きっと、理工レギュラティーといサイエス学館がすごくこういいなと思うんですけども、桐、え、生、ー、のけ研究室の場合には、実は、理工レギュラティーといサイエス学館か、理工学科選択できるというのが皆さんの立ちということになります。で、えー、とじゃあ、入学試験どうするのということなんですけれども、えー、と現在ですね、まあ、これからの推薦入試、あるいはもう夏に一般入試をやろうというふうに考えています。でえー ですのであの、まあ、夏の一般入試、あるいは推薦入試というものを見ていただければと思います。2024年4月以降の入試につきましては、あのちょっと詳細はあの、えー、後日お知らせしたいと思うんですけれども、えー、と今、これからですね、えー、と受けようという方ですねあ、そうそうですね、はい、ってなってます。で、えー、とじゃあ、リコレイューサイエンス学館の,の特徴なんですかと言いますと、まあ、例えば就職支援とかは基本的には理工学部の学生は理工学と一緒。 小学期なども理工学と同じというふうに考えております。で、違いということになりますと、これはもう特にやはり理工学の授業が学べるというところが、まあ、教育と研究で大きな違いでして、特に昭和キャンパスの研究室に行くことができるというのもあります。まあ、もちろん、桐、え、生、っと、のキャンパスにいても、理工学が勉強できるというところが、特にこの理工学部の学生さんにとっては、特徴ということになるかと思います。まあ、あの質問はサプライのところまで、えー、ご質問を。 いただけばと思うんですがちょっと最後にあのです、ね、ちょっとだけ、実はですねあの、もうすでに募集要項が一部出てきておりまして、えー、とこれちょっと今日ういただくんですけども、えー、まずですね、今、あの4年生で、4年生で、えーとおまあ、今ちょっと興味があって、えー、受験してみたいと思う人は、実はちょっともう願書が出ておりまして、1月から、1月に試験をやりますので、 えー、今、4年生で受けてみたいという方は、この,あの、えー、と大学のホームページにも出てますので、まあ、この出願期間に出願していただければというふうに思います。で、まあ3年生で次に受けてみたいという方は、4月以降にもう少し詳しい、えー、あの情報が出てくると思いますので、それを見てみいただければというふうに思っているということでございます。以上で、リリコ・リギュラー・テイ・サイエンス学館の説明を終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 山田でございますえっ、ー、と、特別プログラム、日系企業人材育成のための知能制御教育プログラムの紹介をしたいと思います。えっ、ー、と、現在、えーと、この特別プログラムの PR、あと学生募集で、えー、海外に、えー、在住してるということで、あ在住っていうか、出張中ということで、あのー、かなり、えー、皆様方には、 ご心配をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。それでは、えー、と残り時間5分ぐらいしかないということで、あのちゃっちゃと進めたいと思います、えーと。この特別プログラムなんですけども、えーと、知能機械に関係する方々だけでございますので、おそらくなんですけども、大,大,大部分の学生さんたちには無関係な 感じかもしれません、えー、ご容赦いただきたいと思いますこの時間は5分ぐらい休憩だと思って聞いてくださいやる内容は知能制御です知能、えー、と知能 AI と制御に関する特別なプログラムですどんなあことがきっかけにこの特別プログラムがあの認められたかというところから始め始めたいと思います えと文部科学省の国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラムに採択されましたで、えー、2022年から知能機械創生理工学教育プログラムこれは博士前期課程です、えー、知能機械創生理工学領域これは博士後期課程なんですけれどもそこで学生の受け入れを開始いたしました でこのプログラムは留学生だけではなくて日本人学生も受け入れることになっています。えー、と応募者は、えー、日本人学生はほとんどうちの研究室システム制御権の、えー、学生さんだということであの、えー、このことについて知ってる人っていうのはあんまりいないんじゃないかなと思いますけども。 ちょっと特徴的なあのプログラムでございますので、えーとえー、とそういうプログラムもあるんだということでお聞きいただきたいと思います、えーと。やりたいこと、まず優秀な学生さんを獲得すると、で世界的日本の第一線で知能制御に関する、えー、ところで戦える、当然世界的に戦えなければならない。 日本の企業でも働ける、もちろん海外でも働ける、すなわち日本語も英語も、えー、専門的な知識も論文も書ける、何でもできる、えー、みたいな、えー、スパルタンなそのプログラムを作ってみたい。で、日本人学生も、えー、と日本語だけじゃなくて英語でも戦えるっていうようなことをおができる。えー、AI 制御に特化した人を育てたいというのがこのプログラムの目的です。で、えっ、ー、と、目標、高い目標を挙げています。留学生は日本語能力試験 N1。えー、N1 取っても、えー、とうまく日本語を話せるかというと、必ずしもそうでないけども N1 まず取ろうか。 で日本人学生にとっては日本人が受ける日本語検定2級これ、えー、というのを合格を目指そうか。で当然、国際会議を発表する、これは当たり前ですよね。CFR の B2 レベル、これ日本人学生はこれぐらい必要でしょう。で年間を通して GPA は2.3以上、これは当たり前です。SCI、SC でインデックスされている論文誌に論文を掲載するということで。えーまあ かななりスパルタなことです CEFR の P2 レベルは何なのかというところなんですけども自立した言語使用者です自分の専門分野の技術的な議論を含めて抽象的な話題でも具体的な話題でも複雑な文章の主要な内容を理解できる。暴行話とほぼお互いに緊張しないで普通にやり取りできるぐらい流暢かつ自然である。 幅広い話題について明確で詳細な文章を作ることができるみたいなことを求めています。えっ、ー、と IL2 でいうと5.5以上です。で当育通常の990点満点の TOEIC では、えー、ダメで TOEIC LR、TOEIC SW で、えー、1560点以上ということで結構 高いところが求められます栄検だと、準一級だとダメで一級レベルだということでしょうか。でぜひあの、こういうスパルタンなところで、えーとまあ、期待を上げられて、えーと、世界に出たい、戦ってみたいという人たちは、このプログラム、あのお勧めいたします、えー。簡単ではございますけれども、えー、以上で、えー、と説明を終わりにしたいと思います。 質問は、えー、山田アットマークに送っていただくと、えー、私が回答いたします。ありがとうございました。はい、株、え、式、ー、人材育成センターの元島です。よろしくお願いします。えー、こちら実は兼任でして、あの、えー、本業の方は、えー、電子理工、あ、えー、電気電子のあのコースの方をやってます。 それでは、この高度人材育成センターについてご説明させていただきます。この名前聞いたときに、もしかしたら初めて聞くという人も多いかもしれませんけれども、これは群馬大学の組織の一部になっています。それで、略称が HRCC、Human Resources Cultivation Center って言いまして、HRCC って略称になってますけれども、こういったセンターが群馬大学の中に存在しています。 でじゃあ、どんなの、どこにあるのって話ですけど、場所からの話ですけども、実は桐生キ,キャンパスの一部になってまして、これはの、は桐生キャンパスですけれどもあの、本庁通りの通りをまたいだ向こう側に、こういう建物がありますけれども、主にこの建物の中に入っている組織となっております。まあ、セミナー室、事務室とかいろいろありますけども、この建物の中で活動している組織となっております。 じゃあこのセンター、何をやっているのかと言いますと、基本的には博士課程の学生の支援、およびポストドクターの支援をやっていますで。具体的には研究の支援ではなくてです、ね、経済的な支援、および就業力の要請、その2点に関しまして、支援をしているセンターとなっております。でまず1点目としましては、このようにです、ね、あのまあ博士課程のコースあの、ね、在籍されている学生でしたらご存知かと思いますけれども、まあ、あの研究、人材集計力、就業力、要成 これ、日本人の学生必修ですけども、こういった科目を担当して、えー、博士課程の学生の皆さんに就業力を要請しようということでやっている科目になっています。その他に必修ではありませんが、実践アントレープレナーシップ特論ですとか、実践リーダーシップ特論。 それから実践グローバル研究特論、こういった科目をやってまして、これらを通じて、博士課程の学生の皆さんに就業力及び就職してからの役に立てるような能力を身につけていただこうということでやっているものです。それからあと2点ほどございまして、1つは、これは博士課程の学生に関しまして、経済的な支援になりますけども、産学連携リサーチアシスタント、こういったものをやってます。これこの後お話しします。それからもう1つは、 これは、あの、博士課程を終わってしまって、で、その後に、あの、ま、就職先がもし、あの、決まっていないような、あの、方に関しましては、ポストドクターとしまして、ポッド当センターの方で採用して、ポストドクターの就業力開発、キャリア開発をしている。こういったことをやっています。で、こういったことの活動の、あの、原点ですけども、やはり、あの、修士課程の学生が博士課程に進学する動機が、モチベーションがあまり高くならないという理由が、 主に二つあります。一つは、あの、まあ、あの、さらに修士課程終わって3年間、あの、まあ、学生としてやっていくにあたって、経済的に大丈夫なのかという心配が一点。それからもう一点は、博士課程で専門性を高めればいいんだけれども、逆に修士課程から比べて、えー、就職が狭まってしまって、逆に博士課程を出たらば、就職できないんじゃないかそれといういったよ二点の、あの、まあ、不安があるかと思います。 でそれらを解消するために活動しているのが本センターの支援内容となっています。で、まあ、このようにまとめますと、このような2点の活動をやっていますで。まず1点目の産学連携リサーチアシスタント制度ですけれども、これはこのような内容でやっています。当センターでは産学連携リサーチアシスタントとしまして、年間約11名から12名ほど採用しています。 でこの三角連携関係の業務を行うということで、その業務に対しまして、年間60万円ほどの経済的な支援をあのしております。で、こう聞きますと、何かの全然研究とは違うことをやらされて、それに対してこういったお給料が出るんじゃないかというふうに思うかもしれませんが、実はこれ、共同研究という形をとりますと、あの結構多くの先生がいろんなあの企業さんと共同研究というテーマを持ってますので、 その、で、大抵の,の,の、あの、ドクターコースのテーマは、そういった、そういった共同研究のテーマに関わるようなことをやってるはずです。で、その、ど、すなわちドクターコースの、あの共同研究という名前のドクターコースの研究をやってることに対しまして、まあ、あの、産学連携リサーチアシスタントという見みなしまして、まあ、年間60万円ほどの経済的な補助をする。こういったことをやってます。で、実はこれ、あの、理工学部の方でも、あリサーチアシスタントやってますけれども、 ま、金額はそれほど大きくなくて20、年間20万円程度。それからこちらは一度採択されますと、確かもう次にあの、採択する権利を失いますので、一回しか採択されない。それに対しまして、こちらでやってます、三学連携リサーチアシスタントは、ま、あの、 新規の方を優先でやりますけれどもあの、募集している人数に対しましてあの、まだ余裕がある場合には、継続であの採用することもできますので、まあまあ、2度も3度も、まあ、多ければ、えー、年間、最大で3年間、まあ、年間60万円の補助が受けられる、こういった制度になっています。でそのほかにもいろいろな制度、学内および学外にもいろいろありますけれども、 ななかなかの学あの特別研究員とのプロネッタ採択はなかなかハードルが高くなりますので、それに対して、こちらは比較的受けやすい制度となっておりま採択されやすい制度となっております。それからまたもう1点、これはポストドクターに対してです。であのドクターコースの学生さんで、あのよく終了するまで一生懸命研究やってたんで、就活している時間がなかった、そういった方もっておられます。 そういった方で、あの、ドクターは終わって終了して学部で取ったんだけれども、実は、あの、終了した瞬間にちょっと、行き先が決まってなかった。そういったような方がいらっしゃいますけれども、そういったことの、あの、セーフティーネットとして、これをやってます。で、あの、高度人、そういった方をですね、高度人材育成センターの非常勤の研究員として採用しまして、月給が約15万円。 金額と月給としては少ないかもしれませんけれども、このような金額で採用して、ポストドクターとして採用しまして、それで社会人としての就業力を養成して、それを就職につなげる、こういった活動をやってます。すなわち、高等人材育成センターのポストドクターとして採用されますと、 就活を普通に他のドクターの学生と同じようにですね、就活をやりつつ、しかもあのこういった金額、まあ決して多い金額ではありませんけれども、こういった金額のお給料をもらいながら自分の就活をしてみる。およびその就活を成功に導くためのいろいろな指導が受けられる。こういった制度となっております。 でこれらの2点の、主に2点の支援をしておりますので、ぜひあのこういったことをや、業務大学でやってるんだということをあの知っていただいてあの博士、修士課程から博士課程の進学を躊躇しているような方は、まあ、安心して進学できるということをぜひあの覚えておいてください。 でこのセンターでは私はの兼任ですけれども、私元島がやっておりまして、それから専任の、あのー、コーディネーターとしまして、就業力を要請する専門家がおりますので、もう専属でかなりワンツーマンで、えー、企業を受けたりしたときに、まあ、受かるようなあ仕組あ教育をしてもらいます。それから事務職員もおります。で、今年度の実績ですけれども、今年度は4月にポストドクター2名採用しております。で、この2名はもうすでにですね、1名はもう5月、6月の段階で、 えー、ある企業にあの内定ていただいてまして、まあ、あの入社が月日ですの来年の4月1日ですので、まあ、それまで今、こちらの研究員としてやってます。でもう1名はあの、企業に就職することは考えてませんで、えー、自分で企業を立ち上げる、スタートアップ企業を立ち上げるということで、ドクターコースの時にやりました。研究内容を使ってドクあの 新しい企業を立ち上げるということで、今、いろいろな手続きですとか、あっちこっちに行って販売の方法を、をパスを見つけるですとか、あの自分が開発した製品の説明するとかっていうことで、活動をやっています。それからもう一つの産学連携リサーチアシスタントですけれども、えー、こちらは今年度4月に6名を採用しています。 予算的には11名程度を考えていたんですけれども、実はあの応募が6名しかございませんで,で、しかもこの6名は全員が昨年度も、昨年度あるいはその前の年に、えー、こちらの産業連携リサーチアシスタントを、えー、として採用されていた方々ですので、すなわちまあ継続という形で6名、他にし応募がありましたらまあ採用、そちらの方採用したんですけれども、特になかったもので6名。 応募、応募かけたんですけども、まあ、応募なくてですね、この6名という形で今年度はやっています。ただ、あの、応募する場合には、留学生は、ある程度、あの、就業力を要請するというあの目的からですね、日本語の能力が必要になりますので、留学生は日本語能力 N2 以上ということが条件として課されております。まあ,あ、の、これ以上の細かい話はですね、こちらに、あの、アドレスで関係者の方に届きますので、まあ、ぜひともですね、気軽に、このメールで問い合わせをしていただければと思います。ありがとうございます。以上です。 医学系研究家、南島と申します。あの残りの時間で,です、ね、生命科学専攻、あの医学系研究科の,のをご紹介させていただこうと思います。ちょっとスライドを共有させていただきます。けれども、データを解析するっていう、そういうバイオインフォマティシャンとかですね、ソーシャルインフォマティクスの人ともいます。で、こういうことをやってます。で、まと、あま、めると生物医学 あの科学、医学、情報学とかの、まあ、学際的な学問領域と解釈してよろしいかと思います。で、まあ、我々が求めているのは、もとにかく興味を持っている人であれば、誰でも OK です。あの即戦力としてえ迎えあの入れる準備ができております。で、まあ、その今、学部あるいは、まあ、もちろん今日は

えー、自分以外の他の人でもできることは他の人にしてもらってもいいじゃないかととにかく研究者でありたいのであれば、えー、大学に進学しましょうというのを、えー、強くお勧めしたいと思いますで我々の,その生命医科学専攻、まあ、これは医科学専攻博士課程もそうなんですけれどもあの、まあ、あの高度専門職業員あるいは 研究者っていうのを、えー、受け入れていきます。まあ、先ほど最初にあの荒木先生から話したけど、倫理観とかですね、そういうのも大事にしますし、えー、研究者、教育者を目指す人なども育成、えー、していきます。で、あとでちょっとお話しますけども、あのまあ、基本的な英語能力を有している人を育てていきたい、えー。こういう人も取りたいし、えー、育てていきたいというふうに考えています。で、ニュ入 入学した後ですね、どういうコースがあるのか、あのどういう皆さん進路をたどるのかっていうのを見ますと、う、ま、ち、あ、に入っていただいて、まあ、そのままですねあの、修士課程終了した後えー、例えば研究機関に勤んでもいいですし、教育機関でもいいし、行政、検査機関とかですね、保険とか行く人、製薬会社行く人もいます。あの臨床開発企業とか、バイオ管理企業、高メディカル、いろいろこういうところに、えー、就職される方もあの非常に多いです。 また、あのー、博士課程まで行くぞっていう人にはですね、あのー、昭和築年科学専攻ありますし、そちらには、ね、後期課程が、理工学府の後,後期課程があるかと思います。で、その後就職してももちろんいいんですけれども、あの博士研究員、いわゆるポスドクですね、ポスドクとしてトレーニング積んで、それからまた、あのー、就職してもいいかと思います。でまた、就職先がその企業とかである必要なくて、あのー、 アアカデミアでもよろしいいかと思いますでまたまれに初子家庭の時にですねあの医学部の方に編入2年生から編入できるんですけれどもそういうことであの医学部に編入して医者としても一回博士課で行ったりとか医者として教育者になって研究者になったりとする人もいたりもしますので、まあ、こういう進路のパターンがあるよっていうのをあのなんとなく理解していただければ全く縁のない 大学院専攻科にはならないかなというふうに思います。えっとですね、ちなみにですね、あの二次募集というのをやってまして、えー、今日から、あの今日から、えー、年明けの1月5日までに、えー、書き留め,め速達郵便のみですけれども、必着ですけれども、えー、二次募集の願書を募集しています。あのまあ、学部4年生でみ卒業見込みであれば大丈夫ですし、 えとですね、あと、筆記試験、試験の選抜方法はですね、まあ、基本的に英語と、あと自分がお世話になる指導教員との、えー、面談っていうのになります。で、英語の方は当日、当1回 P テストをやりますので、そこを受けてもらってもいいですし、あのもうすでに、まあ、何年以内っていう制限がありますが、そこそこの点数の外部試験の点数があれば、それをもとに、えー、受験してい,くとない,いただいて、全然構いません。 で、あの、試験の場所は2月4日にですねあの、昭和地区の方で、昭和キャンパスの方でやります。午前中にその英語の試験があって、まあ、これはもうすでにあの外部試験の成績提出した人はいらないですけれども、で、午後に専門分野の、言う図に自分の指導教員となる人たちとの口頭諮問があります。まあ、2月の終わりで発表ということになります。まあ、あの、 お伝えしておきたいのはあこの先生のもとでこういう研究したいねっていうのを最初に決めて連絡取ってでじゃあ受けてねっていうところになってから受験していただくという形になるかと思います。でその修士課程なんですけれどもあの博士課程の方はですね論文を投稿最低でも投稿はしないといけないんですけれどもあの修士課程の方はですねあの学術生の論文投稿あるいはそのアクセプトされている必要はないです。 で、修士論文を自分でまとめてであの、審査を突破すれば、えー、大丈夫です。ちなみにあの、論文の選考、ね、委員というのがあ当てがわれて、アサインされて、その人たちの審査を今年も受けるという形になります。で、まあ、よくダメ出されるので、えー、論文とこも修正して、何回も修正して、再度審査してっていうんで、それが突破できたら、あの教授会で本審査して認められるということになります。 ということで、あのまあ、大きく違うあの理工学部の方と、理工学部の方と大きく変わるとこう、まあ、そんなにないと思うんですけれども、まああの、扱う材料が生命に特化している、あるいは生命から得られた情報に特化しているというところが若干え違うかなと思います。と先ほど、桜井先生がです、ね、新しい学館があるよって、桜井先生がその理工レギュラトリー学館のご紹介くださいましたけど、同じくです、ね、あの医学部、医学研究科と保健学研究科でパブリックヘルス学館。 うん、漢字で訳すると公衆衛生っぽい意味になると思うんですけれども、えー、そういう学科も4月に開設します同じくあの今、えー、今日から1月5日まで入学試験じゃなかったえっ、ー、と願書を募集中って言ってますけどこれもそうでして本日から1月5日筆着で、えー、募集しますでどういう学科か、まあ、カタカナで書くと意味わかんないと思うんですけど、まあ、基本的に公衆衛生系の、えー 大学院ですで、例えばその、まあ、あの、生物統計でもいいですし、いろ,まあ、いろいろですね、あの、5分野ぐらい勉強しないといけない分野あるんですが、とにかく、まあ、公衆衛生の専門家を育てる学館です。で、あの、そうですね、まあ、生物統計とか、そういうのの力が必須になりますので、そこら辺、みっちり鍛えてもらえる場所であります。で、終了した後はですね、まあ、医療機関のそういう、 臨床研究中核病院でもいいですし、保険に行く人もいるようです。まあ、あの製薬会社とかですね、自治体、コロナの時とか、あの自治体でこういう公衆衛生の能力を持った人が活躍しているというのは、の皆さんもニュースとかでご存知かと思います。観光庁もそうですねで。大学研究機関、シンクタンク、あとコンサルタント業とかもあるそうです。まあ、基本的に保険学と、えー、生,命生命科学とデータサイエンスというイメージでよろしいかと思います。 あの立て付けは医学研究科と保健学研究科にまたがったような感じ、そういうところになっています。で、我々の,その生命科学専攻の定員のうちですね、何人かを割いて、えーまあ、定員5名なんですけど、まだ募集中ですので、こういう講習や世間に比べ興味がある人は、1月5日まで締め切りですので、えー、ぜひご協力、まず、あまあ、最初にです、ね、あの指導を取りたい、受け仰ぎたい教員に。 えー、行きたいんですけどっていうのは、もちろん、連絡取っていただかないといけないんですけれども、えー、ぜひご検討ください。キャンパスの方は、あの、昭和キャンパスになりますけ前橋ですね。そこからだったら、あの、中央前橋まで行って、自転車でもいいですし、まあ、前橋駅からでもいいですし、いうとこです。で、ほぼ、この昭和地区で完結します。なので、まあ、あんまり、あの、あちこちで、で、であの外に出なくて大丈夫です。 であの残り1、2分ちょっと時間を作って使わせていただいて、あの修了件の中にです、ね、あの審査および最終試験に合格したものということになっています。でそもそもです、ね、海外ではあの学位審査というのはディフェンスというんですね。ということで学位というのは、まあ、鋭いツッコミが来る審査員から来るのを全部打ち返してディフェンスして手に,る手にするものであるというふうに理解されていいかと思います。 この際皆さんが武器とするのはデータだったりエビデンスだったりロジックだったりあのこういうところを武器にしてしっかりイジャモンがついても全部答えて自分の学位自分で勝ち取るという感じで皆さんや頑張ってもらっています。またあの実験だけにしていればいいかというとそんなことなくてですねあのサイエンスってやっぱり自分の研究成果を第三者に説明して理解させる学問なので、まあ、説明下手っちうことは分かってない、ね、研究者として乱されないということなのでそういう ところも、えー、鍛,えて鍛えられていきますで、プレゼンが下手やから、えー、あいつできないよねっていうふうに、えー、自らを過小評価させてはいけない。でもう一つ同じことで、あのー、なんでしょう、えっ、ー、と、まあ、皆さんの能力というのは純粋に皆さんの仕事の能力、研究能力で評価されるべきであって、英語の能力が低いからということであいつ使えないよね、できないよね って歌唱評価されるのはすごいもったいないと思うんですね。まあ、いずれもっと AI, AI とか進歩して喋れば向こうに英語で通じるとかですね、英語喋ったのが全部日本語で入ってくるって時代が来るかもしれませんけれども、まあそんな来年再来年っていうレベルじゃないと思うんですね。なので、合格力をまあいらねえよって馬鹿にしてる人は必ず英語で損しますので、まあ、今のうちからですね、まあ、大学に行かない人に聞いてるけど行かない人に、まあ、でも、とにかく英語の方は えー、しっかり勉強されてくださいあの。お時間いただいてどうもありがとうございました。皆さんの、えー、学研研究家の進学を心待ちしております。どうもありがとうございました。